いどうもトシです。イエーのイエーイ。今日はですね、バリカンを使って眉毛とひげを整えさせていただきます。はい、まず状態こんな感じです。はい、こんな感じです。はい、眉毛とひげですね。はい、結構伸びてますよね、ひげも。ほらほらほら、眉毛も結構ほら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 結構伸びてきてる。うん、よく見てください、この状態を。はい、これをバリカンですね。バリカン、はい、長さ設定気をつけてください。はい、バリカンを使ってガンガン、はい、刈っていきます。はい、上下左右、あとこの毛の生え方に逆らうように刈ってあげると特に綺麗に刈れますんで、あの 毛流れに逆らうようによく見て刈る。はい、その前は上下左右ガンガンです。いきまーす。上下、はい、上下、ほらこうやって上下、ほら上下、こうやってね、上下、うん、はい、上下、はい、眉毛も上下、左右、今度左右、はい、行きます。はい、左右、はい、ひげも左右、はい、左右、こういうとこは刈り残し多くなるんで、はい、気をつけてください。はい、いかがでしょうか。うん、ほら、だいぶ枯れました。うん、いかがでしょうか。こちらは今買ってみました。はい、バリカンを使ってこう上下左右にガンガン刈りました。はい、いかがでしょうか。で、この状態から今度は細かくやっていきましょう。はい、こう細かくね、こう毛流れに逆らうように細かくしっかり、ほら、ここにここにね、ここにね、はい、こんな感じで、こういうところはガンガン適当に、うん、ほら、うん、いかがでしょうか。こんな感じで、はい、こちら枯れました。うん、はい、いかがでしょうか。こっちと比べると、うん、やっぱさっぱりしてますね。はい、ヒゲもちょっとさっぱり、こっちの方が濃い、ほら、こっちの方がちょっとさっぱりした感じ。うん、でもし気になるところがあれば、例えばこういうとこ、ここに何度も刈る、ここに、ここに、そうすると綺麗に整います。はい、はい、ですので、まあ一回ザーッと刈ってまた細かく、はい、ではこちらまだ刈ってない方ですね、ガンガン刈ります。いきます。眉毛からいきます。まず上下、はい、上下です。はい、左右、はい、いかがでしょうか。はい、次眉、ひげ、ひげいきます。上下、
いかがでしょうか。はい、枯れました。はい、いかがでしょうか。はい、で、こっからはまた丁寧にいきます。はい、細かいところをこう見てね、こう何度も刈る、細かく、はい、丁寧に。はい、こんな感じで、ヒゲも、うん、細かく丁寧に。はい、下ヒゲいきます。もみあげ周り刈り残し多いです。首周りも刈り残し多い。はい、顎ヒゲも刈り残しが多くなります。はい、こんな感じ。はい、いかがでしょうか。はい、次眉毛もうちょい丁寧。うん、はい、いかがでしょうか。失礼します。はい、いかがでしょうか。眉毛とひげ、はい、眉毛とひげ、はい、整えてみました。うん、さっぱりしました。はい、さっぱりします。はい、で、よくこう見て、もし気になるところとかあれば、細かくサイドをこう気になるところをしっかりこう押さえて刈っていく。はい、この白ひげのところ、ひげの白が、うん、ちょっと気になるんで、こう何度もここ刈る、ここに、ほらほら、こういうとこもこうやって、ほらほら、こんな感じね。で、眉毛もちょっとほら薄い方が僕好みなんで、こうさらに生え方こうやって押さえて、こうこう押さえて、例えばこういうとことか、ここに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 、はい、こうにこうとか、はい、こうやって押さえて、いかがでしょうか。はい、こうやって丁寧に刈っていくと、うん、なんかさらに細かく整いますので、ぜひですね、参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイイエーイ。はい、ちなみにこれ 0.8 ミリです。ちなみにこれ 0.8 ミリ、はい、で買ってみました。はい、よく見てください。はい、いかがでしょうか。ほら、こんな感じです。はい、ぜひですね、参考にしてみていただけたら嬉しいです。はい、眉毛とひげですね、バリカンを使った刈り方になりますんで、ぜひ参考にしてみてください。イエーのイエーイ、ありがとうございます。はい、ぜひこれです。ドーン、ありがとうございます。